私の仕事館は、若者を対象に、職業体験の機会、職業情報、職業相談等を提供する施設である。収支・総称を前提とする事業ではなく、運営費は、雇用保険料で赤字補填されていたが、雇用保険の無駄遣い批判や国の予算縮減などを受けて、2010年3月31日で営業終了となった。建物は現在、 軽班のオープンイノベーションセンターとして使われている。1989年度から旧労働省により施策の必要性の議論が始まり、1992年度には日本国政府が施設の設置構想をまとめた。1995年の閣議決定及び1999年の閣議決定を経て、厚生労働省の重点施策、 若年者雇用対策の推進の一つとして、国により設置が推進を及び促進された。例えば、2002年12月5日の第155回国会厚生労働委員会第12号では、政府参考人の一人として、厚生労働省職業能力開発局長の坂本幸子は、若年者のキャリア形成についての意識向上が目的で、 建設費400億円及び土地代など150億円かけ、中高生、修学旅行生、若年者の利用を想定し40万の利用を見込んでいるとする趣旨を述べた。その結果、厚生労働省所管の独立行政法人雇用、能力開発機構が私の仕事官として設置することになり、雇用保険法により定められている。 雇用保険事業のうちの能力開発事業として、若年者の失業予防のための事業を行っていた。大阪府、京都府、奈良県にまたがる関西文化学術研究都市内に、ある古代から木津川でつながる大阪、京都と奈良を結ぶ街道からそれほど離れていないところにあり、施設の行政的な所在地は京都府となる。2003年3月30日にプレオープン。 同年10月4日にグランドオープンした。2008年9月1日までは、独立行政法人雇用、能力開発機構、9月2日以降は、委託を受けた、株式会社コングレが運営していたが、2010年3月31日に、閉館となった。2011年10月1日、独立行政法人雇用、能力開発機構が廃止されたことにより、同日より、 厚生労働省が管理する国有財産となった。施設前景2008年3月6日に第1回私の仕事観のあり方検討会が開催された。その席で、舛添陽洋一厚生労働大臣は私の仕事観に対する様々な批判があることを認め、批判的声には謙虚に耳を傾けると述べている。具体的な批判について、 厚生労働省は資料にまとめている。それによれば次の5点の指摘が紹介されている。私の仕事間の財源は入場料等の自己収入と雇用保険料による運営交付金である。運営費交付金は事業主が負担する保険料であり、個々の労働者が納めた保険料は使われない。職業能力開発施策という観点からオープン当時は 収支均衡は考えず、収支に関する目標の設定もなく、採算を度外視した運営が行われていた。その後、駐車場有料化や企業広告の開始、法人会員制度導入、体験プログラムの充実や体験料金値上げにより、自己収入は2006年以降、2008年度まで年々増加していた。2007年には2009年度の収支改善の 目標を設定した改革実行計画が策定されたが2008年9月から民間委託されるに至った2007年12月の閣議決定において私の仕事間の運営を包括的に民間委託し第三者委員会による外部評価結果を踏まえて1年以内に損廃を含めそのあり方について検討を行うこととされたこれを受けて 私の仕事間のあり方検討会で検討された結果、2008年9月1日から2010年8月31日までの2年間の施設の運営を民間委託することになり、入札が実施されることになった。民間委託後も、厚生労働省、雇用、能力開発機構、経済団体、教育会等によるバックアップを行うこととし、2008年度、2009年度、 2010年度と段階を踏んで評価を行い、損廃を含めたあり方を検討することとされた。しかし2008年12月24日の閣議決定において、2010年8月までに廃止されることが明記され、売却を含めた建物の有効活用に向けて検討されることになった。その後、来館者の減少や国の予算節減などの理由により、2010年3月末で、 閉館せざるを得ない状況となり、2009年11月、独立行政法人雇用、能力開発機構より2009年度末で閉館することが発表され、2010年3月31日で閉館となった。独立行政法人雇用、能力開発機構は、2010年5月31日に、旧、私の仕事館の土地建物を一般競争入札により売却する。 広告を行ったが、同年8月30日の締め切りまでに入札参加者はなかった。第2回の入札広告も行われたが、2011年1月24日の締め切りまでに入札参加者はなかった。施設は入札が不調に終わったため、2014年に国から京都府へ譲与された。公益財団法人京都産業21の管理する。 軽阪なオープンイノベーションセンターと名称を変え、スマートコミュニティ分野やスタートアップの拠点として運営されている。プロローグガイダンス館内の利用案内映像の紹介、仕事体験の申し込み等。ゾーン1、仕事探索ゾーン様々な職業や仕事を知るためのゾーン。大型スクリーンによる映像、パネル展示、実物の展示などの他に。 電車運転シミュレーターの体験もできた。ゾーン2、仕事体験ゾーン様々な仕事を体験して理解を深めるためのゾーン。入館料とは別に体験料が必要。体験内容と体験料は下記の通り。ゾーン3、仕事歴史、未来ゾーンパネル展示、映像、実物の展示等により仕事や職業の変化や今後の未来を考えるゾーン。ゾーン4、 自分発見ゾーンを主にパネル展示を用いて仕事や働き方の手がかりを探すゾーン。小中学生を対象としたコンピュータによる診断システムを利用できた。ゾーン後、仕事情報ゾーン担当者による職業相談、パソコンを用いた各種の情報提供の利用。会議室等企画展示室ホール、各種の会議室等を利用可能。料金は、 時間あたり700円11,500円。2006年10月、日本に民間施設であるキッザニア東京がオープンした。2009年には兵庫県西宮市にキッザニア甲子園がオープンし、関西地方にも同様の施設ができた。私の仕事感とキッザニアは未成年に仕事を体験させる点では共通しているが、両施設には以下のような違いがある。 韓国政府は、韓国ソウル近郊城南市に韓国ジョブワールドを2012年5月に開館した。建設、運営の参考とするために、2007年5月には、労働部長官、2008年10月には、職業体験館設立運営団長ら6人が、相次いで視察に訪れ、私の仕事観をモデルにした意向を示した。ありがとうございます。